皆様こんにちは、あいです。ちょっとすごい出たてなんですけど、これからねベガを撮ろうかなと思ってお化粧をしようと思っていますので、久しぶりにビデオを撮る前の準備によろしければお付き合いください。下地とかコンタクトとかはもうね入れちゃったんですね。私の場合は顔色補正から入るんですけれどもやっていこうと思います。なんでこれ始めたかって言ったら、この前多分ビデオでも少しお話ししてたかとは思うんですけれども、日本からねいろいろパッケージが届いた中にお化粧品がいっぱい入ってて、それをね試しにね使ってみたいなと思って、まあねもう使ってるやつもあるんです。開けて、特に日本のお化粧品ってパッケージがすごいちっちゃくて可愛いものが多いから、旅行とかに持っていくのに最高によくって、わあ緑出すぎた。この前の旅行の時にも持っていくのにすごいサイズ感がとっても良かったので何点か持って行ってるんで作ってはいるんですけれども、使ってないものとか中心に使ってみようかと思ってますけど、何せ一度も使ってないから漢字とかも分かんないからね、失敗しそうな予感もしますけどやっていこうと思います。ちなみになんか変なところに緑の塗ってるなって思うかもしれないんですけれども、これはですね私たまに出るんですね。昔少しお話ししてたかもしれないけど、喉にウイルスが張り付いて湿疹が出るというか奇病になったわけです。昔いつだろう、ディズニーに勤めてた時だから、まあね、うん、結構前。その時は治ったように見えても波があって出てきたり出てこなかったりっていうこともあって、綺麗にねその場その1回で終わって治るっていう人もいるらしいんですけど、私も結構そんなにしょっちゅう繰り返さないですけど、たまにやっぱり免疫力が落ちたりとか疲れがあったりとかするときにここにプツプツ出るのね、赤くなってカサカサになっているように出てくるので隠そうと思って塗りました。皮膚科の専門医のところに行ったので良かったんですけど、その先生にも言われたんだけど、皮膚科の本当に専門医のところに行かなかったら違う病気と間違えられて大変なことになってたかもしれないから良かったねって言われて、この湿疹の出方が梅毒と同じ似たような感じで出るんだって。見た目がね全然そんな身に覚えがなかろうがなんだろうが誤診をされやすいぐらいこう微妙に難しい病気らしくって、だから先生もすごいね興奮しててサンプル取っていいとか言われて、これはねジベルバラ色飛行疹っていう病気なんですけど、まあまた名前もすごいよね。ジベルさんが多分見つけたであろうバラ色っていうのは、この湿疹の色がバラっぽい、こうふわーっとバラっぽく、こうバラっぽい色で、飛行疹の火っていうのがぬか、米ぬかのぬかって書くんですけど、ぬかみたいにカサカサして皮がめくれてくるのね。だからそういう名前らしいんだけど、カサカサしたこうめくれてきてる皮をセロハンテープでペロッとか取られて顕微鏡で見てましたね。家の近くだっただけなんだけど、いい先生のところにたまたま行けたから変な風に間違えられずに、まあもちろんその時はね旦那と一緒にいますからお互いにね嫌な思いしなくて済んだっていうか、全然身に覚えがお互いになかろうがさ梅毒だって言われたらさ困るじゃん。しかも梅毒だよ、違う病気ならまだしもさ梅毒ってさ特定のパートナーがいる関係性であるとちょっとね困るじゃん。そういう疑いもかけられずにいい先生に当たったなって私は思ってるんですけど、それが出ます。喘息っぽい症状とかが出てくると出るので、やっぱり喉についたウイルスの病気だからなのかなって思ってます。ファンデーションを終わらせてしまったのでパウダーしようと思うんですけど、魔女魔女のスキントリックパウダーノーカラーって書いてあるのでトランスルーセントのタイプだと思うんですけど、これね旅行に持ってったんだけど、パフがついてるから直しにも使えるんだけど、パフの方がいい気がする。でも取るときもしかしたらブラシで取ると、私こういうディボファイバーのブラシでのせるのが好きだから、かなり粉がねモサモサするのでこれはパフ用なんだろうなと思ってるんだけど、まあそれでもいいので、お家でやる分にはね汚しまくって私はいいと思ってるから、ツヤっぽく見える感じに仕上がって、私せっかくねツヤ系のファンデーション使ってるのでパウダーですごいマットになっちゃうとファンデーションがって思うから、程よくツヤ感が残る感じ、とっても綺麗しっとりとした感じに仕上がるので、さらっと仕上げたい人は苦手かもしれないけど、一回ちょっとパフでしてみようか。パフでのせると、あサラサラ、パフでのせるとサラサラになってマットに仕上がる。ビューティーブレンダーとかでやったらいいかもな。ビューティーブレンダーでこういう
セッティングパウダーを最近こうパフ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 するのが好きで、程よいしっとり感も残ってくれるから、お粉が密着しやすくって乾燥も防いでくれるので、超サラサラ、めっちゃサラサラ、これなんか自分のお肌じゃないみたいぐらいスムースサラサラスキンになりました。筆はおすすめしない、これ使うときはパフか濡れたスポンジがいいと思いますね。眉毛やってアイシャドウのベースもしたんですけど、アイシャドウ自体はねすごいいっぱいいただいてるんです。まあ今回はこれは単色だからまた別で使おうと思うんだけど、これはね旅行に持ってってて旅行でずっと使ってました。好きな感じね。これも一回使ったのね、ビセリシエのやつなんだけど、指でのせてすごいしっとりして簡単にパパッとグラデーション作れてすごく良かったです。今日はこれを使おうと思います。一回もね使ってないの、まだ。とっても綺麗カラーね。これもミセリシェのグロッシーリッチアイズかな、 PK の3番ですね。日本のってさ、コンパクトだし可愛いし、しかも必ずパッケージとかにこう使い方書いてあるじゃないですか。そういうのも親切でいいよね。私結構無視しちゃうんだけど、フリースだけ深み出すために違う色を使っていくと思うんですけど、エルフのクリースブラシがすごいお気に入りで使ってるんですけど、この前ねこのブレリアムツールズのやつを使ったので、これでクリースカラーのせていこうかな。スティラのパレットのこの色、この色ですねをのせようと思います。あ、いい、このブラシめっちゃいい、めっちゃピンポイントに入る。これ買った時に少しお話ししてたと思うんですけど、結構腰があるっていうか固めだから痛くはないけどね、全然ピンポイントにキュッと入ってくれそうでいいかもなーなんて話してたと思うんですけど、その通りでとってもいいですね。ブレンドもできる、コントロールがすごくしやすい。先っちょがやっぱり細くポイントになってる方がこっちだから、これが入りやすいし、長さは、毛の長さはやっぱ違うよね、へたりやすいの、こうやって。だけどこっちは結構ポンプルンって感じになるの。こっちに乗り換えだな、きっと。エルフのやつめっちゃ気に入ってたのに、こっちのが好きだわ。好きなもの見つかって嬉しいですね。こういうのがね、やっぱり楽しいよね。好きなもの見つかるっていうこの瞬間。これやっていこうと思うんですけど、チップでやってみようかな。途中でブラシに持ち替えそう。このベージュのカラーをまぶた全体に広げてます。指の方がいい気がする。これ指だとね、細かいところがさ難しいからね。このピンクのカラーを二重幅いかないぐらいまでに塗っていこうかな。私このカラー好きだわ。これ下まぶたにも入れよう。目尻の方に手でぼかします。手じゃないか、指か。リアルテクニックスの筆でここの一番濃いカラーを目尻にポイントで入れていきます。締め色として入れていきます。綺麗。ちょっと赤が足んないな。真ん中に足してます。このハイライトみたいな綺麗な白っぽいカラーをちょっとこの辺をぼかしながら眉下に入れましょう。小さめのブラシで同じカラーを目頭に入れます。基本ね、アイシャドウってさ3色ぐらいあると綺麗にグラデーション作れるけど、4色あるから遊び心が出ていいかなと思う。これブレンディングしてみましょうか。絶対まずカラーがすごい好き、そして使いやすい。粉質とかしっとり感とかシマー感とグリッターラメ感も私すごい好きだし、普段使いにもすごい使いやすそう。とっても好きです、この感じ。うん、かわいい。ありがとうございます。ビセリシェかな。ペンシルのアイライナー、バーガンディ粘膜はまぶたに入れてこうっと。これも旅行にずっと持って行ってて、旅行中リキッドのライナー引かなかったんですね。ささっと塗ってパパッとぼかせば綺麗に引けるし、クリーミーでとっても描きやすかった。色がバーガンディだからさ可愛いじゃん、描きやすい、好き。下の粘膜はこれね、カラーポップのやつ入れてこう。私ここにさアートメイク入ってるから下のラインもこれにしちゃおう。この色バーガンディ可愛いじゃない。あ、いい、かわいいかわいい。下にこれ使うのいいかも。マスカラ下地も試したいのでちょっとだけビューラーをかけました。アイラインはリキッドこれ引いてこうかなと思います。モテライナーのネイビーブラック合うかどうかわかんないんだけど、これすごい気になっててめちゃくちゃ欲しかったの。入ってた時にパッケージにすごい嬉しくてめちゃくちゃテンションが上がったんですけど、メイクの上これに合うか合わないかわかんないけど、久しぶりさブラウン以外で引くから結構ドキドキする。うわ、すごい可愛い色。ちょっとなんか可愛いから大太めに引いちゃえ。
黒じゃないよね。この色すごい可愛いですね。うわやった。ピンクのアイシャドウと合わせたらめっちゃ可愛いと思う。これエスプリクランのアイシャドウ使うときも使ってみよう。アイラインも引き終わりました。ちょっとフォーカスおかしいんだけど、いつも私のなんかおかしいよね。まあいいや。もうアイシャドウがバグアンディ系選んだからどうかなと思ったんだけど、よかった、全然いい、何でも合いそう。これすごい可愛い。魔女魔女のマスカラ下地を試していこうと思います。ウォータープルーフじゃなくてフィルムタイプの方をいただいたんですね。フィルムタイプでちゃんとカールキープしてくれて、それでスルッと落ちるのであればものすごく優秀だろうなと思って、だからちょっと使ってみたかったんですけど、多くの方は多分ウォータープルーフの方を使われてるからとは思うんですが、ブラシが違うでしょ。多分このブラシがきっとコームタイプですよね。ウォータープルーフの方は確か白い液体にいっぱい繊維が入ってる系なので、ラッシュマキシマイザーに似てるけど硬さがないかな、マキシマイザーほど。この後どうなるかわからないんですけど、とりあえず塗っていきますね。とりあえず両目塗ってみて乾かしてみます。特に今のところは下がってきてないかな。ブロンザー仕様、いつもはアルティメイティッドブレンディングブラシに塗るんだけど、これ旅行に持ってってて、まず薄いじゃん、だからいいと思って持ってったんです。私のナーズのやつめっちゃでかいから、春姫のブラシで塗ってたの。若干私の肌トーンには濃いかなって思ったんですよ、開けた時に。だけど赤みが強い、シェーディングっていうよりかブロンジングパウダーだと思うので、ブレンドしていくとすごい綺麗な日焼けっぽいような、すごい使いやすかった。まずコンパクトさ最高だし、ブレンドすればするほどすごい綺麗に馴染んでくる。これだと入りすぎてる感があるじゃん。ちゃんとこうやってぼかしていくと綺麗に馴染んでくるの、ほらね。ブレンドしやすい、この質がちょっとサテンっぽいの、私の好きな感じ。チークはねこれとこれをいただいてるんですけど、旅行はこれ持ってきました。これはもうすごくこんな色だからどんな色になるんだろうと思ってたんですけども、自然な血色感が出て、ヘルシーっていう健康層っていうよりかは血色感がとっても綺麗で自然な感じで好きでしたね。ブラシも良かったし、何せコンパクトだからさ、旅行最高じゃん。でまだこっちのねチークを使っていないんですよ。これは多分5番のやつだったからな、初恋とかなんかそんな感じのやつだったんですけども、クリームとパウダーがついてるんだけど、パウダーの上にクリームを重ねたりとか、クリームのをしてからパウダーしたりとかっていうようないろんな使い方があるみたいなんだけども、画期的だよね。クリーム上に塗るんだと思って、クリームから先に仕込んで上にのせていきたいんだけど、手でやった方がいいって書いてあったんだけど、私手でねチークやるのね苦手、下手くそなの。うまくいきますように。ちょっと2本でいきます。これでブレンドするのがすごい下手くそなの。ブレンドしやすいし、すっごいサラサラ。何これ、クリームでこれだけサラサラだったら粉の上にのせても全然いいんだ。粉のものの上にさクリームするとさ、よれちゃってとか思ったんだけど、つけすぎちゃったな、ちょっとのせすぎたな。ここの調整は難しいね、やっぱり。こんなことしても全然割れないよ、すごくない？パウダーチークの方同じようにのせていきましょう。かわいい、この色すごいかわいい。めちゃくちゃ春カラー、私混ぜたカラーが好きだわ。春だね、春だ。ちょっとチークつけすぎなので後でちょっと調整しますけど、チーク調整してハイライトしました。いつも通りソフト&ジェントルね、ほんのりピンク色ね、なんか春っぽい。おばさんだから可愛すぎちゃうっていうか、なんか若い子向けの色かなとも思うんですけど、春っぽくなった、一気に顔が。コーラル系のパウダーチークの方がすごい好きでしたね。マスカラに戻ります。魔女魔女のラッシュエキスパンダーロングロングロング、ウォータープルーフの方かな。若干下がったかも。これで持ち上げてあげたら、もう一回持ち上げると私目頭の方とか下がるから、目頭と目尻が下がるんです。下がるっていうかくせ毛なのね。髪の毛くせ毛じゃないのにまつ毛くせ毛だからさ、何度も言ってますけど変なカールがついてるの。あ、まためっちゃ雨降ってる音してる。雨のせいでぐったりしておりますね。ポミちゃんも外出られないし、なかなか。これも一回使ったんです、いつだったかな忘れちゃったんだけど、好き
か私コームタイプのマスカラすごく苦手だったんだけど、最近このコームタイプが使いやすいってことに気づいてあのね、最近すごく気に入りのマスカラをね見つけたのがメイベリンで、購入品で紹介したんですけど、年が明けてから開けてみたの、このメイベリンのザ・フォルシーズのプッシュアップエンジェル、今すっごい気に入ってて、ものすごい気に入ってるんです。ブラシの形、これ使いこなせるかなとか言ってたと思うんですけど、これがすごい良かった。私セパレートを求めてるんですね。ロングとかボリュームよりも、まあ、セパレート、綺麗にセパレートしてファーッとなるのが好きなんです。マスカラの種類で言うとね、変なジャギジャギのブラシがいい感じにコームにもなってくれるし、でも絡めてあげてくれて、でなおかつこうボリュームもね出るので、長さも出てすごい綺麗なマスカラなんですけど、でめちゃめちゃ気に入って、なんだ私これすごい使いやすいじゃんって思ってたの。これが届いたんですよ、その後に。で使ってみたら同じ原理と思って、コームタイプなんで昔あんなに嫌だって思ってたんだろう、苦手だと思ってたんだろうと思うんだけど、マスカラした時に私コーム結構するから、その後も、まあ、セパレート求めてるからね、だからコームタイプってついでにコームしながらマスカラできるんじゃんと思って、一石二鳥じゃんってなって、なんだ私は愚かでしたって思いまして、気に入っております。好きです。これの下地違うのをいただきましたけれども、日本帰ったらね、ウォータープルーフの方のコーム型の方の下地も買おうかなって思ってます。黒いマスカラすごい久しぶりなんですけど、まつげって感じでいいですね。リップはね、唯一これをいただきました。レブロンのバームステインの05番ですね、ブドウカラーをいただいたんですけど、これもねもうずっと使ってるの、何回も好き。レブロンのバームステイン結構私好きなので、元から濃い色だから大丈夫かなと思ったんだけど、唇塗ると全然違くて、すごい血色感が出るようなカラーでしたね。スキンケアした時にプランパーしてるんですけど、今リップ下地を塗ったので塗っていきます。こう枠取るっていうよりかは、こう挟んでうんうんってやって、うんうんってするのが好き。これはこういう感じが好き。綿棒でなんかちょっとはみ出てるところとかを修正しながら、唇に沿ってぼかして、これで OK。 よくないですか、これ唇が綺麗だ、赤色してる人なんだなっていう感じの色。ではメイク終了したので、ちょっとドライヤーだけかけていきます。ドライヤーかけてきました。最近髪伸びてきたので、前髪の割れが激しくなり始めてて嫌です。あとこの辺に2本ね、ピンピンって白髪があるんですね。旦那に後で抜いてもらおうと思う、帰ってきたらこんな感じで今日のメイクは仕上げてみました。日本からのパッケージでいただいたものを中心にやってみたんですけど、統一感とか出すためにどうしたらいいかとか考えずに、とりあえず使いたいなって思ったものを使ったので、最終的な仕上がりもどうなるかなと思ってて、使ったことのないやつをいろいろ組み合わせて使ったっていうのもあったから、やっぱ日本のものってだからといって奇抜に仕上がるっていうものがやっぱりないと思うのね。で日本人の肌トーンに合った色展開だったりもするから、何も考えずにとりあえず使いたいものを使っても、ちゃんとまとまりのあるメイクに仕上がったなと思っております。それでは今日も私の準備にお付き合いいただきまして、誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。